りましたので、はい、第1回目に続きまして、今日最後なんですが、筑波大学学生部の黒田先生にお話をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、定刻になりましたので始めさせていただきたいと思います。ちょっと照り返しがあるんで前消しちゃいましょうかね。いい、中央でいいのかな。はい、はい、ではこのぐらいで、やっていけたらと思います。はい、若者の力を取り入れようということでですね、若者の市民活動参加を考えるというテーマで4回行ってきました。本日がですね、最後の、回になります。学生の市民さん、活動参加を推進する条件について学ぶというふうな副題をつけていたんですけれども、はい、今までですね、全3回やってきまして、でうち2回はですね、学生さんに実際来ていただいて、若者の生の声というのを皆様にご紹介できたかなと思っております。一方でですね、学生の市民活動参加をと書いてあるんですが、学生だけではなくて、もっと20代後半、30代、40代、そういった若い世代の方々の市民活動参加についても、取り上げてほしいという要望もいただいておりましたということですので、今回はですね、はい、今日の流れということで、よいしょ、あれ、はい、学生に限らずですね、若者の市民活動参加を推進する条件を考えてみようということで、題を銘打っております。今までのまとめということにはなるんですけれども、まとめという以上にですね、新しい話がどんどん出てくるかと思います。というのも、そもそも市民活動への参加について、一体どういうふうな要因が参加につながっているのかといったことをですね、今まで研究されていたことについてあまり触れてこなかったわけですね。現場の声、生の声を中心に取り扱っていて、一般的に何て言われてるかっていうことについては少し置いてけぼりにしていました。なので、そのあたりもお話しすることでですね、20代前半に限らず、40代ぐらいまで視野に入れて、どうしてこう参加できていないのか、逆にどうして参加しているのかといったことを、皆さんと確認できたらいいなと思っています。でその際の論点として2つあるかなと私から提案させていただいているんですが、まず参加につながる何かしらの要因が減ってるんじゃないかという観点と、もう一つ、じゃあ結局参加するための要因っていうのがちゃんとあったとしても本当にそれだけで参加するのかという、この2つの観点についてベテラン層と若者層の意識の差に注目して論じてみたいかなと思っています。で最終的に若者の参加につなげるためにはどうすればいいか、今日はですね、ちょうど2班ぐらいに分かれてディベートするとちょうどいいかなと思っておりますので、時間次第なんですけれども、そういったところを皆さんと考えていけたらなと思います。はい、でお配りした資料なんですが、お配りした資料の中にはですね、私がここで前に示すスライドには、スライドが全部載っているわけではありません。というのもですね、その資料のお手元の資料にはデータとか一般的に言われていることというのを並べて、それを私がどう考えたか、どうこう切り取ったかっていうことについてはあまり載せていないんですね。皆様がこの話を聞きながら、あるいはデータを見ながらですね、皆様が考えことをその都度メモしていただけたらそちらの方がいいなと思っているので、そのような資料の構成にさせていただきました。はい、ではですね、適宜ご自分のお考えなどを手元にこう書きながらですね、お話を聞いていただけるといいかなと思います。はい、それでは、本編に入っていきたいと思います。そもそもですね、市民活動参加、市民活動といったものに参加する要因として何が大事かと言われているか、その話をしましょう。はい、ボランティアにおける資源仮説というのがあるんですね。これはですね、外国の研究者さんがですね、提唱した説ではあるんですが、世界的に言ってもボランティア活動であるとかそういったことに対して、この通り説明できるだろうというふうに言われている、かなり説得力のある説でございます。はい、一言で言ってしまうとどういう説かというと、資源がなければボランタリーな活動に参加することはできないという、言ってしまえば身も蓋もない話なんですけれども、そういうことが言われています。なぜかというとですね、まずボランティア活動というのは労働に対する経済的な対価がありません。つまり自分の生活を支えるということにつながらないわけですね。
でまたですね、そういうふうに、ボランティア活動に参加するということはある程度自分の時間や労力というのを割いているわけです。それを経済的な観点から見てしまえばですね、それに対する対価がないということはそれすなわち損失なわけですね。つまり、時間や労力という損失すら生じて、対価も得られない、そういう活動はじゃあ一体どういう人たちがやるか、余裕がある人、つまり、ない袖は触れないと言いますけれども、ある程度袖がある人じゃないとできないというふうに言われています。余裕がなければ余裕を使って行う行動は、しようがないということですね。これは人間の心理学的に見てもですね、すごくまともな説かなと思います。はい、でこういうこうものが言われていて、で実際にそれをこう証明するようなデータもいろいろ出てるみたいなんですが、あんまり私自身それに対して専門というわけではないので、紹介程度にとどめておきたいと思います。じゃあここでですね、余裕という言葉を出しました。この余裕という言葉は私の言葉なんですけれども、もうちょっと具体的にどういうものになるのかというのを紹介します。はい、余裕というのはですね、はい、三谷さんという研究者の方がまとめたところによると、まず収入の高さ、あとそれからですね、専門職や管理職、まあ、経営者とか役員さんですね、まあ、そういった社会的な地位の高さ、であとそれから教育達成の高さ、日本の場合はそれは学歴に集約されます。つまり学歴の高さですね。この3つが余裕にあたる、まあ、余裕というのは私の言葉なので、厳密に言ってしまえばですね、この3つがあることがボランタリーな活動、ボランティア活動であるとか、地域参加の活動に対して必要な要因であるというふうに言われています。これもですね、日本だけではなくて全世界的にその通りだと言われている要因たちです。はい、市民活動への参加を、ね、促す効果ありと、国内海外の多くの研究で示されているというふうに書いてあります。じゃあこれをですね、もうちょっと言い換えましょう。具体的な分かりやすい言葉で言い換えると、こういうことになるんじゃないかなと思います。つまりまず収入の高さとか専門職や管理職であるということはですね、生活の余裕につながるんじゃないかなと思います。つまり時間がある、経済状況に余裕がある、豊かである、そういったことですね。もう一つ、教育達成の高さ、学歴、日本の場合は学歴ですけれども、まあ、これはまた後で詳しく説明します。これはですね、能力の余裕を指しているんじゃないかなと思います。つまりコミュニケーションスキルが高い、知識とかがすごくある、関心もすごくあるといった、そういったですね、能力的な知識、コミュニケーションスキル、まあ、実際 の社会的なネットワークであったりとか、そういうものもそうなんですけれども、そういったところが秀でているということ、それが能力の余裕であるんじゃないかなと思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。本当にですね、さらっと表面的なところをこう、並べているんですけれども、じゃあこの2つの余裕ですね、この2つの余裕について、あ、ここまでよろしいですか。何か質問がある方とかいらっしゃいますか。大丈夫ですか。じゃあこの2つの余裕についてですね、生活の余裕、能力の余裕と私の方で勝手に区切りました。はい、じゃあこの2つの余裕が、若者は本当になくなっているのだろうかという観点、またあったところで本当に参加しようと思うのという観点で、これから話をしていきたいと思います。おそらくですね、ベテラン層、まあ、あえてここでは50代以降ぐらいというふうにぼんやりと、定めました。であとそれから若者層、40代以前、まあ、特に10代20代のつもりで私は喋っていたんですが、まあ、40代以前というところも、視野に入れてですね、とで実感や意識の違いに注目をして話していけたらなと思っております。さて、まあ、なんでこんな話するかというとですね、よいしょ、研究者さんでこういうことをこう問題意識持っている方がいるんですね。若者自身がやりたいことを持っていないとか、若者の活動への関わり方がお客様感覚で無責任に見えるとか、募集しても集まらないと。これはどちらかというと、ベテラン層の皆様が持つ意見なのかなと思います。こういった若者の不在を嘆く声というのが、近年あるわけですけれども、本当に嘆くだけでいいのでしょうかと。若者には若者の事情があるんじゃないかと、そういう観点でですね、ボランティアとか地域貢献活動というのを見ていくと、また違ったものが見えるかもしれません。はい、
ということでですね、この2つについて意識の差をこう見てみようということです。さて、じゃあ本当にまずなくなっているのか、そういった要因、余裕というのがなくなっているのかということをですね、確認していきたいと思います。で、確認していく前にですね、市民活動、ボランティア活動への参加率が、とある15年間でどんな変化があったか、それも一緒に見ていきたいと思います。で、すいません、ちょっとですね、大事なですね、資料を一つちょっと載せ忘れていまして、そもそもですね、今2016年ですよねぐらいの段階で、年齢別に見た時のボランティアとか、地域活動への参加率っていうのがどうなっているのか、それについてスライドを用意するのを忘れてしまったんですね。今口頭ですみません、ざっと説明させていただきます。手元にあるデータが2011年のものでちょっと古いんですけれども、2011年の時点では地域活動、いわゆる町内会であるとか、地元のお祭りに対する参加であるとか、そういったものに関しての参加率を言うとですね、しているというふうに答える若者20代はですね、男性が 20% ぐらい、女性が 9% ぐらいしかいません。で、30代になるとそれが 48%、 42%、 男性女性ですね、男性48、女性42というふうに上がります。で、その後40代、50代、60代、70代を通じてですね、 70% 前後、 70% 以上で推移しているという状況が続いています。80代になるとですね、ちょっと下がっちゃうんですね。 60% ぐらいになります、男女ともに。で、これが町内会とかそういったこう地域活動に関するデータです。もう一つ、ボランティア活動、地域活動に関わらずいろんなボランティアがあるのかなと思うんですが、そちらの方の参加状況なんですが、やはりですね、20代は低いです。男性が 18%、 女性が 21% と、地域活動よりかはちょっと高いかなぐらいなんですが、そんなところになっています。で、30代になるとこれがですね、 32% と 33% というふうに、地域活動ほど上昇は見られないんですね。で、その後軒並み40代、50代、60代、70代を通じて 40% から 50% の間を推移します。高くて 50% ぐらいですね。60代の男性が一番高くて 55% の人が普段からこうしているというふうに答える、そういうふうな状況になっています。80代で若干の低下が見られるのはボランティア活動でも同じです。すいません、口頭での説明だったのでズラッタだったかもしれないんですが、なんとなく年代別の参加率っていうのを確認できたかなと思います。ちょっと水飲ませてください。さて、それではですね、よいしょ、次、じゃあそういうふうに2011年の一時点でのデータを皆さんにお伝えしたんですが、今回話していく中ではですね、その一時点のデータ以上に大事だなと思う話をこれからしていきます。それが15年でどんな変化があったかということですね。はい、どの15年を切り取ったかというと、はい、1995年から2010年までの15年間で、比較をしたデータがあったので、それを持ってきました。さて、これを見てですね、どんなことを皆様思うのかっていうところはすごく気になるところなので、ぜひ思うことがあったら メモしておいていただきたいなと思います。まず収入による参加率の変化というのを見てみます。皆様から見てですね、左側にある薄い灰色の棒グラフがですね、収入低位層、収入が低い人たちですね。で、真ん中がですね、中入中位層で、右側がですね、収入高位層です。で、これを見る限りですね、はい、大体なんとなく右肩上がりになっているグラフであるというのはお分かりいただけると思います。つまり収入が高いほど参加するという、先ほど紹介した要因はそのままなんですが、1995年に比べてですね、2010年は収入低位層の参加率はほとんど変化がありませんね。 17% から 17.4% と若干上がっているぐらいなんですが、一方収入中位層と収入高位層が下がっています。23.1% から 16.1% に下がってますし、 30.6% から 25.5% に下がっています。つまり収入高位層、収入をたくさん持っているはずの方々の参加率が低下しているというのがこのデータから見えるわけですね。
でここで一つ空振りがありまして、というのもここでいう収入高位層の分け方が1995年と2010年で違ってるんですよ。なんとこのデータ、はい、どう違ってるかというと、1995年の収入高位層は年収900万以上の人たちを指してたんですね。で、2010年の、収入高位層は年収750万以上を指していました。でこれ研究した三谷さんによるとですね、ちょうど、人数分布が 33% ずつになるように分けたらこうなったっていうふうに言ってるので、人数の割合的には変わってないんですけど、実際のデッドライン、まあ、デッドラインっていうとおかしいですね、ボーダーラインがですね150万近く下がってるっていう、そういうこう現状があります。これは1個大事なポイントかなと思いますね。まあ、そういうデータの揺らぎも含めて収入高位層の参加率が低下しているというのは皆さんにお伝えしておきます、はい、次のグラフに行かせていただきます。さて、次は学歴による参加率の変化です。同じ1995年と2010年で、はい、なんとなく見ていただくとですね、やっぱり右肩上がりなのは変わらないですね。で、中等学歴層とか高等学歴層とか、まあ、軒並みちょっと下がってるんですけど、相変わらず高等学歴層 の参加率はやっぱり高いというデータは見えます。相変わらず高学歴の方が参加するという傾向は、この15年間でそれほど変わっていない、全体的にちょっと下がってるかなという感じではあるんですが、こういうということが言えると思います、はい。まあ、こちらのデータの方はさらっと言ってもいいかなと思うので次行ってみましょう、はい。今度は職業別による参加率の変化ということで、同じ15年間で比べてみました。一番左側がですね、左側の灰色がですね、経営者役員の人たちの結果なんですね。で、左から順に常時雇用、まあ、つまり常勤職の方ですね。で、真ん中の白がですね非正規雇用で、右から2番目の、棒がですね自営家族従業ということで、まあ、自営業の方々です。で一番右側が無職と、この無職の中には主婦の方も含まれているというの、いうふうに三谷さんは書いてました、はい。さてこれを見ていただくとですね、一番左の棒以外は軒並み同じような傾向かなという感じです。数値自体も大きく変化はしていません、ところがですね、一番左の経営者役員がもう半分ぐらいまで減っちゃってるんですね。これはだいぶ大きな変化だと思います。 43.7 から 26.6% と。でその結果2010年はなんか平坦なグラフになってしまっていると、はい。まあ、こういうことがですね、グラフから見ると、数値から見るとですね、グラフ自体はそういうふうになっているわけです、はい。でここからですね、読み取れることとしてこんなことがあるんじゃないかなと思います。よいしょ。これはおそらく皆様 の配布資料には載せていなかったことかと思います。さて、データを素直に読めばですね、富裕層以外の活動参加率っていうのは以前よりそれほど変わってないんですね。多少落ちてはいるんですけど、低位層の人たちっていうのは意外と以前と変わらず参加しているという現状があります。で学歴は変わらずボランティアへの参加率に影響を持つと言えそうだと。学歴が高いほど参加率は高いというデータが出ているので。で一方ですね、富裕層の参加率が低下しているという現状があるわけです。富裕層の定義が変化しているというのは先ほどお伝えしました、900万から750万に下がっちゃってるわけですよね。つまり年収が単純に言って少なくなってるんですよ。でこのことから僕はどんなことを考えたかというと、はい、ズバリですね、上の方々、今までボランティアに参加していた、高収入である人たちとか、いい役職についていらっしゃる人たちとか、そういった方々のですね、年収が少なくなるっていうバロメーターだけでは見れないとは思いますけれども、余裕がなくなってきちゃってるんじゃないかっていうことが、読み取れるんじゃないかなと私は思いました。皆様はいかがお考えでしょうか、はい。で、じゃあ本当にやっぱり余裕がなくなっているのかどうかということについて、ボランティア活動であるとかそういった枠を外してですね、日本が国の政府がですね出しているデータを読み解いていきたいと思います。今からここまでで何かご質問ある方いらっしゃいますか。
よろしいでしょうか。はい、では行かせていただきます。さて、生活の余裕という観点で見たとき、まず一つ経済状況がありますね。それについてか、ちょっと調べてみました。厚生労働省が毎年出している国民生活基礎調査の概況というのがあるんですが、それにより作成したデータがこれです。2000年と2015年の、年齢層別に見た平均年収というのを、出してみました。ちなみにですね、この黒いラインが2015年度の平均年収です。はい、2015年度の平均 年収は514万9000円ということなんですが、はい、それに対して各層がどのぐらいこう年収を稼いでらっしゃるかというデータがこちらです。29歳以下を見てください。大学生とかもいますのでね、半分以上が大学生大学院生とかだったりするので、まあ、他のところに比べて平均はだいぶ下がってしまうというのは、仕方ないことかなと思うんですが、まあ、このぐらいであると。で30、39、40、49、50、59、60、69、70歳以上見ていくとですね、はい、2000年、左側の青が2000年です。で右側のオレンジが2015年です。軒並みやはり生活状況を見た平均年収は下がっています。特にどこが下がっているかというと、40代からの下がり方っていうのが顕著ですね。かえって30代の方々、29歳に至っては2015年の方が上ですからね、29歳30代の方々っていうのは、2015年よりちょっともらってるぐらいなんですよ。ところが40代以降からこう下がってきている。これはやっぱり先ほど言った年収が頭打ちになってきてしまう、要は年齢を重ねていっても900万円以上の年収を稼ぐことが難しくなっていってしまう、上限がかなり厳しくなっているということを表しているのかなと思います。はい、年収はほぼ低下しているということがこれを見て言えると思います。でちなみに、すごい本当にちなみにな話なんですけど、皆さんはこの514万、2015年度の全年齢全混合した平均年収514万って聞いた時に、これ1世帯あたりですね、1世帯あたり、これ高いなって思いませんでしたか。ご自分のこう実感と比べて、みんなそんなもらってるのっていうふうに思うかもしれません。だとしたらその感性ってとてもその通りであって、実は平均値っていうのは統計の計算上ですね、すごく高いお給料をもらっている人が一人でもいると、その100人分の平均値が一気に跳ね上がっちゃったりとかするんですよ。99人ですね、平均年収300万円の人が99人いて、その中の、残り1人、100人目がですね、もし3億円プレイヤーだったらですね、それだけで平均年収200万ぐらい上がっちゃうんですね。そういうからくりがあるので、実際皆様の感覚に合わせるんだったら中央値という一番真ん中の値を見るのが正しいです。そう考えるとですね、2015年の中央値はこれでした、427万円。つまり皆様の実感としてはこちらの方が近いんじゃないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。とまあですね、やっぱり経済状況的にはなかなか厳しくなっているということはどうやら言えそうです。ではもう一つ、はい、生活の余裕というふうに見たときに、経済状況以外にですね、時間の方を見ていただくっていうのも大事ですね。お金があっても参加する時間がなければ参加できないわけです。でそう思うと時間の方がより顕著に差が出てるなと私は思いました。これが今の日本の現状かという感じなんですけれども、はい、同じく2000年と2015年を比べています。1日あたりの就業時間、男女混合です、このグラフは。で見たときに、2000年はみんな6時間だったんですね。長くて 6.57 時間、つまり6時間半ぐらいだったわけですよ。ところがですね、最近2015年に至っては、はい、8時間、一番短くて 6.77 時間ですね、65歳の方々で。長い年代なんか、そうですね、25から29歳ですね、一番働き盛りって言われるような時期かもしれません。まあ、30、34もそうですね。8.5 時間と1日8時間半以上こう働いているという現状があるんですね。男女混合と言いました。男性だけで見てみるとこれが全部9を超えます。女性だと7とかなんですけれども、まあ、それでもですね、これだけ忙しくなっているっていうのは、見えるんじゃないかなと思います。どの年齢層も2時間前後伸びちゃってるんですね。働く時間が1日で2時間って言ったら相当ですよ。12分の1ですか、計算できてなかったら申し訳ないですけれども、まあ、そういう意味では本当にだいぶ
生活時間の余裕はなくなってきている。ちなみにですね、こんなデータもあります。三菱 UFJ がリサーチしたデータなんですけれども、残業時間のデータですね。25から44歳の 70% 以上が週43時間以上、働いているわけですね。つまり1日にして、8時間以上働くのが、70% の人にとっては当たり前になっていると。 20% 以上、さらにですね、 20% 以上の人です、こちら側のグラフですね、が週60時間以上働いてるんですね。これは男性に限った話なんですが、週6時間、60時間以上ということは、8で割ると1日8、あ、5で割ればいいんだな。あ、かなり働いてますね。なんか恐ろしいぐらい働いてるなと思うんですけれども、はい。まあ、20% 以上の人がそういう働いている状況であると。で、45歳以降はやはり残業時間が減っていくんですね。45歳からこうグッと下がっています。はい。そう考えると、45歳以降の人が、地域活動とかボランティア活動に参加し始めるというのも、なんとなく合点がいきませんかね。時間がこうできてくると、逆に言うとですね、はい、生活の余裕というところで結論を、私の親が考えた結論を出そうと思います。はい、若者層を中心にですね、経済状況は悪く、時間はますます忙しくなっているという現状があるわけです。では次、学歴についてもちょっとお話ししておきますね。先ほど、なぜ学歴がボランタリーな活動をですね、促進する要因になるかということなんですが、学歴っていうのは様々な能力の反映なんですね。学歴そのものが大事なんじゃありません。学歴に現れている、学歴の中に含まれているこういう能力が大事なんです。コミュニケーション能力、人といろいろやり取りをしながらですね、うまいことこう喋りながら決めていくという能力ですね。あと共感能力、人の喜びとか悲しみとか怒りとかにどれだけ共感できるか、それを共に分かち合えるかとか、そういうことですね。そういう能力で、あとそれから市民としての関心とか問題意識、そういうのはですね、知識がなければ基本的に育ちません。なので、そういう意味では その裏にさらに知識っていうのがつくと思うんですが、そういうものも学歴が反映しています。さらにですね、学歴が良い人たちが集まる学校を卒業すればですね、その分、そういう学歴が良い人たちっていうのは社会的にも地位を持つわけですから、ネットワークが強力になっていくんですよ。ところから卒業できているという点で、ネットワークも強くなると、なんかこういう活動をやりたいと思ってるんだけど一緒にやってみないっていう声がかかりやすくなるわけです。その分、またですね、そういうコミュニケーション能力とか知識とか、そういったものの複合体として組織の運営力みたいのも高くなっていくわけですから、それはですね、何かしらの活動をやるときに、学歴が高ければ、その活動をしやすくなるっていうのは、まあ、その通りなんじゃないかなと思います。つまりですね、文字通り、紙面通りの学歴というよりかは、学歴に反映されている様々な能力、それが軒並み高いと言えるのが、言いやすいのが学歴の高さなんですね。だから学歴が高いほど参加率は高いという話になるわけです。じゃあ学歴を語る上で、やはり日本の教育事情についてはある程度言わなければいけないなと思います。はい、経済協力開発機構 OECD の報告でですね、まあ、これはよくいろんなネットニュースとかでやり玉に上がることなので、皆様もうご存知かと思うんですけれども、日本の学校はですね、国公立とか私立どれとってもですね、共に OECD 加盟国の中で最も授業料が高額なんですね。はい、最も高額な国の一つと言われているらしいです。で、教育機関にかかる費用の私費負担割合、つまり国民が自分の財産を負担して教育機関に通わせるという、その割合はですね、韓国に次いで第2位です。日本は 65.7%、 教育費の 65.7% が私費負担で賄われていると。平均は 30.3% ですだそうです。 70% も国が持ってくれるなんて本当なのかなって思うんですけれども、まあ、そういう、こう状況があるらしいんですね。ということは、実は教育へのハードルが高いというのも、日本の、教育事情の一つとしてあると思います。まあ、ここの教育というのも、なかなか難しいもので、高等教育へのハードルが高いといった方が適切かもしれません。
まあ、こういうあのざっくりとしたデータからですね、少しあの雑めにですね結論をつけるとするとですね、はい、能力の余裕に関して言えば質のいい教育を受けるためのハードルが意外と高いんですね。つまり能力の余裕を得るために生活の余裕が圧迫されるということが起こり得ます。逆に生活の余裕がないために能力の余裕が得られないということも起こりうるわけです。これがですね、教育の機会は均等にするべきだとかそういうことでですね、もっとこう公的な負担というのをいっぱいしていただければですね、生活の余裕がなくても能力の余裕は得られるようになるんじゃないかっていうふうに、思われ、たりとかすると思うんですが、まあ、果たして本当にそうなのかどうかっていうのはちょっと僕が論じれるほど専門ではないのでですね、言えないんですけれども、日本の状況としてこういうことがあるというのは改めてお伝えしておきます。したいと思います、はい、でここまでですね、ここまでで、ボランタリーな活動に、参加したいと思う、そういう要因が本当になくなっているのかという問いに対して一定の答えを出してみました。はい、結論から言ってしまうとですね、確かに15年前とかに比べたらですね、なくなってるんじゃないかなと思います。私はです。皆様はどうお考えになるかというところを、聞けたらいいなと思っているんですが、はい、そういうことで、とりあえずここは締めさせていただきたいと思います。ここまでで、何か質問がある方いらっしゃいますか。次は、じゃあ本当に会ったところで参加するのかって話に行くんですけれども、いかがでしょうか。では、あ、はい、先ほどの労働時間の余裕について、あれは稼働日数、はい、365日で割ってるんじゃなくて、はい、例えば200何日か実質的なの、はい、稼働を、はい、そうですね、実質稼働日で割っています。はい、まあ、ただその実質稼働日もやっぱ職種によっていろいろバラバラだと思うので、結局集めたデータ先の平均値っていうのがあるんですよ、実質日数、それで割ったデータです。はい、ではですね、次の話に行かせていただきたいと思います。本当にですね、じゃあこれらがあったところで参加するのか、逆に言えばですね、今参加してくださっている方たちはどうして参加してくれているのかということをですね、検討していきたいと思います。はい、あったところで参加するって話なんですが、ここでですね、ようやっと私の専門性がちょっと出てくるわけですね。私は心理学の専門家なので、心理学の話をさせてください。心理学において人の行動を決める、そういう仕組みがあるんですね。はい、これどういう仕組みで人は行動を、こう自分の行動を決めているのか、まあ、学習していくのかって話になるんですけれども、何か人が行動をするわけですね。何か一つの行動をすると、その行動に対していい結果があると、その行動は増えていきます。はい、とてもシンプルな話ではあるんですが、これが人間の行動を支えているとても大きな理論なんです。自分から何かしら行動をしてみる、それが意図してやった行動でもいいですし、意図しない行動でもいいわけですね。ただそういうものがいい結果につながったら、あ、こういうふうに行動をすれば自分にとって得な結果が得られるんだっていうふうに学習をして、その行動を増やすようになるんですね。厄介なのは、人によってそのいい結果っていうのがですね、一般常識でいういい結果と、その個人が思ういい結果っていうのが厳密には一致しないっていうところが厄介なんですが、その辺の話をしだすとスクールカウンセリングとかの話になってきたりすることもあるので、ちょっとそこは置いといて、こういうこう原則がある。逆に言うとですね、その行動が悪い結果につながる、自分にとって悪い結果につながれば、それは減っていくわけですね。で、こういうふうに人間の行動はシェイプアップされていきます。形作られていきます。まあ、こんな感じ の、 行動に対してこう良し悪しによって増えたり減ったりするわけですが、何が言いたいかというと、結局のところ行動したところで良い結果が得られなければその活動は増えないんですよ。つまり良い報酬、良い結果という良い報酬があって初めて人は動くというのがあります。これはもう人間が活動する、行動をする上での大前提です。悪い報酬しか得られないのに動くということは基本的にはありえません。ちょっと水を飲ませてください。
い、それではですね、ボランタリーな活動に、焦点を戻します。結局報酬とは何か、先ほどボランタリーな活動というのは余裕がある人がやる活動だと言いました。でも余裕がない中やっている人だっていうわけですし、ある程度余裕を割かなきゃいけないという側面がある中やったりしているわけですね。そういう状況をやってるからにはですね、何らかの理由、つまり報酬があるはずだっていうふうに考えるべきだと思います。でそこでですね、ヒントとなる研究がいくつかありまして、でそれによるとですね、はい、これなんでそのボランタリーな活動をしているのっていうふうに単純に聞いたらしいんですね。そしたらこういう答えが返ってきたんですよ。60代の方々は責任感とか使命感、その活動に対する責任感、誰かがやらなければいけないだろう、自分がそれをやるのが使命なんだという、そういう感覚からそのボランタリーな活動をしているというふうに言っていたそうです。一方40代の人たち、比較的若手の方々ですね、そういう方々はいや、それやってると自分にとってすごく楽しいからやってるんですとか、昔から自分にはこういう分野に興味があって、そこで自分の力を生かせたらなと思ってたんですとか、そういう自分の興味とか関心で参加しているんだという結果が得られています。でこれは、理由なんですね。なんでそのボランタリーな活動をしているのという理由なわけですから、理由から報酬を推測するというのは常套手段です。これらが報酬につながっている可能性があると、もうちょっと深く考えてみます。ボランティアの中で得られる報酬とは一体何なのかっていうのをこれから考えていくんですが、まずですね、中島さんという研究者の方々によるとですね、ボランティア的な活動を維持する要因があるらしいんですね。でその維持する要因とは何か、まず1つ目、共感した相手にだけ力を注ぐという、ボランティアなんだから博愛主義でやるべきだろうというお考えがあるのは100も承知なんですけれども、実際研究したところですね、博愛主義的にやる活動というのは結局消耗につながってしまうので、活動自体が消耗してしまって続かないんですね。無理な消耗を強いれば活動は行えなくなります。なのでこの人の力になりたい、この人たちに自分の力をこう使ってあげたい、そういうふうに共感した相手にだけ力を注ぐというのが一個維持要因です。まあ、こちらはですね、どちらかというと報酬というよりかは自分のエネルギーをどう割くかっていう話なので、あんまり論点として力を入れません。もう一つが、仲間同士で内的報酬を与え合うという結論が出ていました。はい、ここでですね、内的報酬という言葉が出てきました。この内的報酬というのは心理学の用語でもありまして、外的報酬というものの対義語なんですね。外的報酬というのはつまりこの活動をしたらお金がもらえる、おいしいものが食べれるとか、そういうふうに外から与えられる報酬のことを外的報酬と言います。一方内的報酬は自分の中で感じられる良いことです。あ、この活動して楽しいなとか、この活動をしていく中で、この人とお話しするのすごい楽しいなとか、で一緒にこう遊びに行ったりとか、飲みに行ったりとか、そういう中で感じられるような、そういう自分の中で感じられる良いことが内的報酬です。それが仲間同士でボランティアなり地域活動なりやっている仲間同士で感じられ合うっていうのが大事なことだそうです。はい、まあ、こういう内的報酬、心の中に湧き上がるものっていうのが、おそらくボランティアで得られる報酬であるあろうと、それがあるからボランティアなり地域活動なりしているのだろうと。はい、じゃあもうちょっと詳しく見てみましょう。若者にとっての内的報酬って何でしょうという話です。先ほども紹介しました、若者にとっての内的報酬としては、まず各個人の価値観とか感じ取り方に基づいた各々の楽しさとか興味関心だったりしているわけですね。あとそれからこんな研究があったんですね。畑野さんの研究でですね、20代の若者にとって、20代前後の若者にとって、あなたが人生の中で実現したいことは何ですかって聞いた質問があるんですね。でそうすると20代前後の若者にとって、うまくいったらいいなとか思うような、そういう こう希望、実現したいことはがある分野は仕事と結婚という分野だそうです。つまり仕事で自分のやりたいことをしたい、結婚で自分の好きな人と素敵な家庭を築きたい、そういうことに、若者の希望は集中しているわけですね。残念ながらですね、逆に地域活動とかそういったことに対してはほとんどこう若者の希望というのは出てきてないんですよ。
で、ところがですね、この波多野さんの研究で、一個面白い結果だなと思ったのは、そんなあの若者なんですけれども地域活動に参加するとですね、その地域活動という分野でも実現したいことっていうのが出てくるらしいんですね。あ、地域活動楽しかったからこの中でこんなことしたいなみたいなことをこう思ってくれることが、あるそうです。あ、すいません、ちょっと待ってください。ごめんなさい、携帯のアラームが鳴ってしまいました。申し訳ない、はい、すいません。それでですね、さらにですね、地域分野とかに興味も湧いたら、それがその後の20代の人生において仕事感などにも影響を与えるそうなんです。学生時代に、地域活動をやっていて、その中で自分の実現したいことを見つけられた学生さんは、自分の進路選択に地域貢献という進路選択を入れたりとかする、ということが、出ています。まあ、このようにですね、最初は興味関心なくてもですね、それがこう次第に自分のこうやりたいことにつながっていく、内的報酬につながっていくっていうことはありそうです。はい、もう一つ、第2回第3回の学生さんの話を聞いて、はい、これちょっと皆様にお聞きしたいなと思うんですが、前回前々回いらっしゃった方もいると、いらっしゃった方々、いらっしゃらなかった方々もいると思うんですけれども、そういう学生さんの話を聞いて、なんであの学生さんたちはそういう活動をしていたと思いますか。それをですね、皆様にちょっと聞きたいなと思っていたんですが、どうでしたでしょうか。前回前々回の学生さんたちは一体どういう理由で、そういう活動をしていたと、お感じになりましたか。今この場でそれを言ってもいいという方がいたらぜひお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。いかがでしょう、どなたかお願いできませんか。じゃあ、はい、前回しか出てませんけど、はい、お一人はですよ、自分がもともとやりたかったこと、興味があったことを、それに関連したボランティアということで、はい、その自分の興味に沿ったボランティアということが一つあった。はい、そうですね、ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。お示ししますとですね、学生はまず自分の興味で動くんですよ。なんだかんだ言って自分のやりたいことに正直なんですね、学生さんは。で、あとそれからですね、こんなことも言ってました。前回前々回の学生さん、まあ、皆様の前では言わなかったのかもしれない、言わなかったかもしれないなと思ってるんですが、自分の能力を活用したいと思ってるんですよ、彼女ら彼らは。で、その能力を活躍させてくれる場を求めているんですね、実は。で、そういう自分の能力を活用したいと思っていて、そういう場を求めているんだけれども、いざその場に行ったらただの労働力として扱われちゃったとか、そういう気持ちをこうある意味利用されて、なんかいいようにいろんな要望とかを受けて、それは嫌なことだったけれども、でもその嫌なことをですね、ちょっと我慢しながら続けることで自分の能力とかを認めてくれるようになって、それが嬉しくて次もどんどん活動していったっていう学生さんが多いんですよ。で、またこんなことも言ってました。こうするべきだっていうのにとらわれずですね、できる範囲でやっていくっていうことが大事だっていうふうに言ってました。まあ、つまりですね、できる範囲でやらないとですね、無理がたたってしまってですね、マイナスになってしまうわけですね。できる範囲でやっていき、できる範囲が広がると、そこがこう自分の成長にとっていいことで、この活動を続けてよかったな、またやりたいなと思う、そういうところにつながっていくというふうに、言っておりました。このように若者の内的報酬って見たときに、こういう理由で彼ら参加してるんですね。じゃあちょっとまとめましょう。若者の内的報酬とはという観点でまとめますとですね、若者層にとっての内的報酬というのは、まあまずですね、自分たちでやってみることでの楽しさ、各々の興味関心に基づく楽しさっていうのがおそらく第一なんじゃないかなと思います。で、その経験を通じて満たされるようなものが彼らの中にもやはりあります。個々人の楽しさとか生きる上での関心かもしれませんね。それが最初は目みたいなものなのかもしれないんですが、活動をしていく中でですね、徐々に大きく育っていくと、50代60代を超えた時に使命感とか責任感になってくるのかもしれません。
で、まあ言ってしまえばですね、活動そのものの重要性よりもですね、その体験が自分の人生に生きるかどうかというところが若者にとっては大事なんです。まあよくよく考えてみるとそうなんだろうなと思います。なぜかというと、今の若者は先ほどもお示した通り、経済的にも時間的にも余裕がありません。経済的にも時間的にも余裕がない中ですね、それでも何かやろうと思うからには自分の人生に生かしたいわけですよね。無駄になることっていうのをやっている余裕はないっていうのは正直あるっていうふうなところは、彼女たちの本音なのかなと思います。じゃあですね、若者層とベテラン層の違いというふうに見たときにどんなことが言えるか。ベテラン層はですね、責任感や使命感で物事をなすわけですね。で、この責任感とか使命感という言葉はですね、日本の中では、大義名分的であるなと思います。つまり同じ大義を持つ人っていうのは、その大義をたやすく共有できます。こういう正義のもとでやっているんだ、こういう大義のもとでやっているんだというのは比較的共有しやすくてですね、結束が高まりやすいといういいところがあります。ただですね、デメリットとして大義であるがゆえ押し付けやすくなるという部分もあります。社会人ならこれやって当然でしょとか、地域に参加するならこれは、当たり前にやることだよねということで、押し付けやすくなってしまうというところもあるやもしれません。でも一方ですね、若者層は今見たように自分の内面を満たすか否かの方が大事なんですね、そちらよりも。で、この自分の内面を満たすか否かというのは至極個人的なものだと思います。今の日本がだいぶ個人主義的になっているというふうに言われると思うんですけれども、実際そういうふうになっている部分も多いと思います。自分さえ良ければそれでいいとまでは言わないですけれども、まず自分にとっていいかどうかで物事を考えるというところはやはりあります。で、しかもこれですね、個人的なものゆえに共有は前提じゃないんですね。こういう使命のもとにやっているんだ、だからこの使命に賛同する人たち、みんな賛同するべきだし、してほしいと思っているというふうにやるのではなくて、私はあくまでも私のこういう関心に沿ってやっているから、でもこれはあなたに押し付けないし、その代わりにあなたも押し付けないでよというのが個人主義のスタンスです。共有が前提じゃないというところがあるんですね。で、逆に言うとですね、今言ったように押し付けられれば反発しやすいというところがあるわけです。で、実際ですね、押し付けられて、でそれをやるほどの余裕がないというところもあるわけですね。これがですね、今の若者層の持っている内的報酬、どうしてやるのかという理由に関する私の考察です。個人主義的になってしまったっていうところはですね、どっちが鶏でどっちが卵かって話かと思うんですが、余裕がなくなってしまったっていうことと無関係じゃないと思います。今まで以上に余裕がない分ですね、自分の人生にもっと一生懸命にならなければいけないというところがあって、その分ボランティアとかにですね、目が向かなくなっているというところはあるかもしれません。さて、ひどくマイナスなことを話してしまったと思います。というのもですね、ここに書いてあることは一応こうも考えられるなと思って私が書いたんですが、ただ僕の実感とはちょっと違ってるんですね。というのもですね、こういう話があるんですよ。市民活動に参加しない理由として、実は参加の仕方がわからないっていう理由が一番多いというデータが出てます。別に興味がないとかじゃなくて、いや、どこに行ってどういうふうに話したら参加できるのかわかんないから機会がないんですよっていう人が多い。まあ建前かもしれないとも思うんですけれども、一応参加の仕方がわからないというのが多いわけですね。で、あとさっきも言ったように、参加することで将来の仕事とか生き方に影響を受けるものも多いんですね。つまり参加したら一生懸命やるんですよ。どうにかこうにか自分にとってもいいものにしようと思って。で、やってみて楽しさや素晴らしさに気づいたという声は、私が大学で業務をやっていてたくさん聞きます。それだけじゃなくてですね、そういうふうに参加の仕方がわからないんだけれども、でも大学のオリエンテーションでボランティアやりたいって言ったら、この部屋来てくださいって言ったから、いう話聞いたから来ましたっていうふうに、来る学生さん最近ものすごく増えてます、筑波大学の中では。なので、やりたくないとか無駄と思っているっていうことは決してないだろうなというのが私の実感です。余裕があればもちろんやりたいと。
でやってみる方法とかがあまりわからないっていうところも、まあ、未熟者ゆえにあるのかなというところは思います。さて、まあ、すいません、今の話はですね、あの学生さんの話だったのでちょっと30代40代の方とは離れちゃうかもしれないんですが、やっぱり余裕がある中でやっていく、やれるんだったらやりたいと思っている方はそれでも多いと思います。はい、じゃあ参加するか、結局満たされたところで参加するかどうかの結論に対してはこういうことをこう、言いましょう。若者層だってですね、自分に得られるものがあれば参加します、まあ、あの参加する余裕があればという話かもしれませんが、ただし活動に求めるものが皆さんの感覚とは違うかもしれません。なので押し付けられればたやすく去ってしまうというのが最近の学生さんの、まあトレンドというか風潮かなというところですね。これがですね、結局じゃあどう参加するのかというところにも結論なんです。ここでですね、2つの観点というのを皆さんにお示ししました。この2つの観点、今まで話していた2つの切り口というのは今の若者が、ボランタリーな活動であるとか地域貢献活動、まあ市民活動に対して参加する上でのハードル、阻害要因、課題かなと思います。ではですね、まあ、まとめも含めてこういうことを皆さんに投げかけたいんですが、はい、結局のところ参加のために何をすればいいのか、まあ、私は私なりの考えがあるんですが、結局のところ参加のために何をすればいいのかということを、セオリー、これがセオリーであるというふうに言うような理論とか、論理っていうのは未だ確立されていません。ならば我々で考えなければならないと。現在の若者は市民活動に参加する余裕が少なくなっているという現状があるわけです。しかもですね、価値観が変わっています。個人の価値観を広げてくれたり充実した時間を得られる活動への関心はあると。そういう状況の中、そんな彼らを迎え入れる我々にとって大事なことは何なんだろうか、それをですね、考えることこそ若者の参加のために必要なことなんじゃないかなと私は思います。なので、はい、残り40分ぐらいあるんですけれども、最後質疑応答の時間も入れた方がいいかなとは思っているので、20分ぐらいを使ってですね、また班に分かれていただいてディベートをしていただいてですね、はい、そんな彼らを迎え入れる我々にとって大事なことは何なのかということについて、ご意見をいただけたらなと思います。2つの班に分かれていただいて、でそれぞれでちょっと話し合っていただいて、そして、それがですね、最後、まあ、10分15分ぐらい経った時点でですね、お互いにこう発表し合っていただこうかなと思っております。で、それを受けてですね、一応私からのこうもうちょっと具体的な提案とかもして、講義としてはまとめて終わりにして最後質疑応答の時間を取るという、そういう流れでいきたいと思います。よろしいでしょうか。それではですね、今から班に分けたいんですが、すいません申し訳ないんですけれども、お一人こちらに移っていただけますか。あ、じゃあお願いしていいですか。はい、じゃあそしたらですね、5名様の班と、チームと、6名様のチームで、まあ、机をこうちょっと移動させていただいてですね、グループディスカッションをしていただければなと思います。もうお題はですね、今まで話を聞いたそれを材料にですね、そんな彼らを迎え入れる我々にとって大事なことは何なんだろうかという、それ一つにします。だいぶ大きな話に、漠然とした問いかなとは思うんですけれども、それで皆様の思うことを、考えることを自由に話していただけたらなと思います。7時10分ぐらいまでとりあえず様子を見ようかなと思いますので、皆様ご自由にこうディスカッションの方を始めていただけたらなと思います。お願いします。
経験とか知識が大きくなるということで、好きな領域が見入り込むケースもあるかもしれないですよね。だから、うまくこう、こういうことにやるんですよ。それがこれでか、何もこれは面白いですよね。20代の紙も全然浅いのもこれだけじゃなくて、30代以降の習慣でその少しするような、そういう制約を仕掛けていた20代の人は、例えば、まだ若い頃でやった時に、これもそう思って、さんの立場でどうなんですかっていうような、この光込みをうまくやれて、ああ、自分の知識をね、少しもっとつけなきゃいけないかとね、オリンピックじゃないけどね。チャンピオンになるためにはもっと努力しなきゃいけないんだというような意識がうまくそこで芽生えればいいですね。我々人材者が相当知識持ってるわけですから、そういう形でうまく見せていただければいいですね。私は20代の何を言う感じだったんですか。自分たちが若かったこともっと考えればもうそれ出たかったんですよ。ギャンブルやるかとか、女と遊ぶかとか、酒飲むかとか、なんか遊ぶことが主でしょ、普通は。20代から。でしょ。だから今思うと、まして今のことはスマホで、そういうものもあるけど、地域も楽しむというふうに、まず頭に入ったら、率先して自分で探してみるって、なかなか。地域楽しい、楽しい、何に出来るかあるのか。だから、お祭りとか、お祭りも分かるわ。だから、お祭りも、この前のお話みたいに、自分で行きたいです。下に関わるけど、もう前からある祭りとかだと、なんかこう、うまくこう、感じる。だから、独身者のところのコーナーを設けるとか、なんかブースを設けるとか、なんか出てこなくて、時計のあるようにか、そういうのを仕掛けないといけない。この時間帯を出るから、そうなんだよね。君たち企画しませんかという呼びかけをするためには、そうですね。だから、何年かね、私そういう、子供たちがこう、ね、ママたちがそこにこう、連絡すれば、例えば子供のキッズダンスやってよって言ってくれるんだよね。子供たちは喜んでやるの。そうね、いいのか分からないのか、実際に与えたコミュニケーションの取り方があるからね、実に好きなことも、そういうのがあればよく分かるので、そういうのがあるんですけど、
作り上げに人を思わす、そういう全体に見えます。お話中失礼します。ですね、あと5分ぐらいで、とりあえずディベートは区切ろうかなと思いますので、両方の班ともですね、意見をこう発表していただきたいと思うので、そのあたりに向けてまとめていただけると助かります。皆様すみません、そろそろですねお時間になりましたので、
それではですね、そろそろ、お互い のテーブルで、意見交換を意見交換というか、していきたいなと思いますので、はい。すいません、あのお話の腰を折ってしまって申し訳ございません。はい、今ですね、お話が盛り上がっているところ大変申し訳ないんですけれども、お互いの机でどんな話がされていたのかっていうことを共有できた方がですね、この全体の場としてはいいと思いますので、そちらを発表していただきたいなと思うのですけれども、はい、それぞれ の班の代表者の方お一人で構いません、こんな話をしましたというのをですね、紹介していただけたらありがたいのですが、いかがでしょうか。はい、それではですね、すいません、私の方から近いということで、こちらの机の、チームから、発表していただけたらなと思います。はい、いかがですか。大丈夫でしょうか。はい、はい、それじゃあそちらの机の方から、はい、どういったお話があったかご紹介いただけると助かります。はい、ですね、まず地域の必要があればどうぞ。まず第一に地域にいる20代が見当たらない、実際はいるんだけど、接触と接点がないというのがまず第一の問題。多分推測するに20代は、はい、関心事は他にあって、地域とかには、数パーセントはあるでしょうけども、ほとんどないだろうということです。そのためには、地域としてはお祭りとか、地域イベントいろいろやりますけども、ほとんど参加がない、という実態があります。で、そういう人たちを、こちらに目を向けさせるには何をしたらいいかとなると、20代に特化したなんかこうイベントを作るか、それともお祭りとかそういう新年会とかそういう大きな町会のイベントの中で20代が目を向けるようなコーナーを設けるとか、こちらからそういうような働きかけをしなければ設定を持つことはできないんじゃないかなというふうに思いました。地域には年齢層いろいろありますので、そういう異世代間交流的なことを提案するのも一つ方法があるというふうに思います。それから20代の方に対しては、自分の成長のために視野が広がるので、もう一歩踏み出す。ありがとうございます。じゃあ続いて失礼します、隣の机にお願いいたします。自分の頭で思考を見せしてないので他の方が何言ったかなんて整理されてないと思いますけど申し訳ございません。事例として、例えば東日本大震災の時のボランティアなんか見ててもですね、若い人がしっかりと意識を持って活動しているという事実があるという。ただ、そういった意味で若い人だから楽しいこと、自分の、メリットがあることというふうに、それだけで燃えてるんじゃないんじゃない、それも一つの大義に対して燃えてる。ことではないか、それが一つの若い人への見方、ポイントですね。それから、地域で、若い人をどう取り込んでいくのか、きっかけがないとか、若い人がどう、関われるかわからない、それはやっぱり我々がその人たちをどう、取り込んでいくのか、例えばイベントをするときにイベントの企画だとか、そういったところで彼らのその能力をさらに生かすですかね、労力を高めるといったポイントもあるんじゃないかというところですね。で、もう一つ私が感じていることが、それは
今の若い人は余裕が単純に余裕がないだけではなくて、自分の幸せって何かという時に、半径何メーターの幸せっていう言い方が時々あるんですけども、それがかつて15年20年前30年前と違っているんじゃないかと、自分半径何メーター、すなわちそれが半径5メーターの10メーターなんですね、自分の家庭の中だけの幸せということを追求しているんだと、したがって周りとの関係が一切なくても幸せなんだと思ってであろうなというふうに、そういう見方が必要かなと。でそういった人たちとどう絡んでいくかということなんですが、結論として、やはり報酬という見方、先生からお話あったようにですね、それが必要かなと。でそれは例えば若い人だけのボランティアとかあるわけですけども、若い世代と年老と高齢者の間でお互いに助け合う、例えば若い家庭の子どもさんの面倒を見るとか、そこはその家庭にとっての報酬ですよね。でそうすると若い人たちが今度高齢者に対して、例えば見守りだとかいったことで、そこでの高齢者にとってはメリットが出てくるわけですけども、それと基盤テイクの関係、そういったところの考え方に必要だというふうに思いました。はい、ありがとうございます。はい、2テーブルより貴重なご意見いただきました。そうですね、いただいたご意見とても参考になるところが多いと思います。というのもですね、やはり守谷市の皆様のことは守谷市の皆様が一番よくわかるかと思うので、僕が余計な口を挟みすぎるっていうのも良くないかなと思っていたんですね。そういう意味で今守谷市が抱えている問題とか、じゃあそれをこうどう解決するかっていうことについて一定のお考えをこう出していただけたなと思います。それも踏まえた上でですね、ちょっと出過ぎた真似かとは思うんですけれども、よいしょ、私からの提案とか今の話をまとめてちょっとしゃべ最後にお話しさせていただこうかなと思うんですが、はい、そうですね、20代がいないっていうふうにおっしゃっていたのは、そういう部分もとてもあるのかなと思います。実際人口比率的にこう少ないっていうこともあるかもしれませんし、そもそも接点の機会がないというのはとても大事な観点だと思います。だとしたら最初の接点をどう作るかっていうことはとても大切な観点だと思います。逆に言うとですね、最初の接点がある程度あるならばそれを生かさない手はないと。そこで、じゃあ一体どうやってこう魅力をこう伝えるかっていうことになると思うんですが、それについてはですね、2つの班からも言っていただいたように、こちらからこう何をこう提供できるか、アピールできるかっていうところですよね。つまりどんなこう価値を提供できるかっていうところが大事になってくると思うんですが、そういうことも含めてですね、はい、私からのですね、すごい雑な提案になってしまって申し訳ないんですが、提案をさせていただくとこんなことが言えます。まずですね、はい、上2つはすごい小手先の話なので小手先の話になっちゃうんですが、まず20代前後に目を向けてみるっていうのは一個大事な観点だと思います。この4回を通じてですね、30代40代の話を知りたいんだというご要望はたくさんいただきました。逆にそれだけご要望をいただくということは、20代前後18、19、20、21あたりはもしかしたらあまり視界に入ってないのかなという印象が実はあったんですね。でだとしたら、はい、大学生には時間があります。なんだかんだ言ってやっぱりですね、今の大学生忙しくはなってるんですが、社会人のそれこそ25から働き始めてですね、30、40残業があれだけたくさんある世代に比べたらよほど時間があります。でしかもいるところにはいるんですね。こういうことに興味関心を持ってくれる人っていうのはゼロじゃありません。いるところにはいます。はい、なので筑波大学の学生さん使っていただいて構わないと思います。守谷市にですね、確かに若い方はいない、最終的には守谷市のそういう若い方々の力を取り入れるような形を作るっていう形は大事かとは思うんですが、
最初はとっつきやすいところから攻めていくというのが困難にぶち当たった時の定石です。だとしたらですね、一番最初1回目に紹介させていただきました T アクトというシステム、それは地域に開かれたボランティアの窓口でもあるんですね。まあボランティアというよりかは学生さんこんな活動やりたいんじゃないのっていうふうにこう持ってきてもらえるとありがたい、そういう場所なんですが、はい、つくば市限定じゃありません。守谷市の方々も T アクトに申請していただいて構いませんし、なんならですね、埼玉とか福島からこう申請、ボランティア活動の申請来ることもあります。で、実際子どもとの1週間ぐらいの合宿のボランティアしてくださいませんかって言って5人ぐらい集まったりとかするわけですよ。筑波大学はなんだかんだ学生さん1万3000人ぐらいいるんですね。1万3000人もいればですね、何かしら投げた時に興味があるっていうふうに言ってくれる学生さん1人や2人はいます。そういう興味を持ってくれてる人っていうのに対して、その人に届くようにお知らせをするというのはとても大事なことだと思います。そういう意味で2つ目です。待つのではなくて積極的に声をかけるというのはとても小手先の話に聞こえるかもしれませんが大事なことです。広報活動をしっかりすると、で、きっとこういう活動だったらこういう層の人たちが興味持ってくれるだろうなっていうところまで考えてですね、だとしたらその層に届くような広報活動をした方がいいと思うんです。例えば20代の方々を狙った広報活動をしようと思った時に、回覧板とか市民頼りとかだとですね、残念ながら20代の人そんなに見ないかもしれません。だとしたら何か他の方法はないか、そこで考えるわけですね。ツイッターであるとかフェイスブックであるとかいろいろあるわけですけれども、それこそ20代前後の若者を取り入れたいんだったら筑波大学とかにこう話を持っていっていただければって話になったりするかもしれませんし、あ、すいません消えちゃいました、よいしょ。まあ、そういうことですね、知っていれば参加していたという声も多いのならば、知っていたら参加してくれそうなところにちゃんと狙い撃つということは大事かと思います。じゃあその時に一体何をアピールすればいいのかということですが、若者にとっての良いことというのを優先するという視線は大事だと思います。はい、今皆様に、その机ごとにディベートしていただきました。その時に、こういう言葉が出てきました。若者の立場になって考えるとさっていう言葉が出てきました。はい、その姿勢がとても大事なんだと思います。別にですね、楽しいことだけさせればいいとか無理させないことが大事なんだっていうつもりはありません。なんならきついことだったりとか、ある程度無理してもらうということも学生の成長にとってはとても大事な経験なんですね。なのでその経験をさせてあげてほしいと、その経験を提供できる場っていうのを持っていただけるとすごく私としても嬉しいなと思いますし、大学とか教育機関としても嬉しいなと思うんです。むしろ大事なのは若者にとって良いことっていうのは何だろうかっていうのを考えることです。それこそ30代40代の、家の家事が忙しい、仕事が忙しいっていう方々だったら、きっとその方々にとって良いことは、お互いの事情、お互いのこう助け合 こうそういう場が必要だと、先ほどそちらの机からも言っていただきました。例えば子供の面倒を見合うコミュニティ作ってみて、なんかそこでやると、そのコミュニティの居心地が良かったりとか楽しかったりすれば、その活動を続けるっていうお母さんお父さん増えてくるかもしれません。そしたらですね、それがこう活動としてどんどん広がりを持っていくわけです、ね、あるいはですね、そういう実利的な部分、実際に助けられて助かるとか、まあ、お金を払う必要は必ずしもないとは思います。お金を払ったらソーシャルビジネスっていう話になってしまうので、またちょっと観点変わるので、で楽しいのを楽しいだけを提供するという機会でもいいかもしれません、最初の1回は。でもそこからですね、社会につながっていく上で、こう彼らにとって必要な姿勢というのを育てるという、そういうこうスタンスを持っていただけると、きっと魅力的に映るんじゃないかなと思います。はい、実際にですね、最初の入り口はハードルの低さであったりとか楽しさであったりとかするかもしれません。あるいは必要性に迫られてかもしれないんですけれども、その中で、この人参加してくれる人たちにとってどんな能力とかどんな姿勢が育ってほしいのかっていうのを考えながら、優しくこう教えてあげる、人生の先達として、導いてあげるということがですね、おそらく、これからの活動を周知するにあたって必要になってくることなんじゃないかなと思います。はい、
最後はですね、すごくこうふんわりとした話になってしまって、具体的なことはあまり申し上げられていないのが申し訳ないところなんですけれども、こういう形でですね、私の4回の授業は締めさせていただきたいと思います。おそらくですね、私がこういうふうにこう提案する以上にですね、この守谷市に沿ったことを考えられるのは皆様であると思いますし、その皆様に知っておいていただきたい若者を見るにあたって、こういう観点で見ていただきたいというのは、伝えることができたと思いますので、これをもって、4回の授業を終わりにしたいと思います。はい、では最後に何か質問とか質疑応答、あるいは言い足りないこと、言いたいことがあるという方はいらっしゃいますでしょうか。いかがでしょうか。では特になければですね、残り時間の5分ぐらいなんですけれども、これで締めたいと思いますが、よろしいですか。はい、それでは全4回、お付き合いいただきありがとうございました。